皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。高校受験対策、定期試験対策にもなる中学理科基本2テスト、今回は天気図記号についての問題です。1番、次の記号の表す天気、これを答えましょう。丸1が丸だけ、丸2が丸の中に縦の線が入っています。丸3は二重丸、丸4は黒丸、丸5、これは丸の中に米印が入っているような記号ですね。これがどんな天気を表しているのか答える、これが1番の問題です。2番、次の記号の表す天気、風力、風向、これを答えましょうという問題ですね。ここに記号が書いてあって、これから天気が何か、風力何か、風向は何か、これを答える問題です。皆さんは一度ここで動画を止めて答えを考えてみてください。そして答えが分かったら、もう一度動画を再生して正解を確認してください。正解はこうなります。1番、丸だけのやつですね、これ快晴です。2番が晴れ、3番が曇り。この曇りをね、晴れと勘違いする人結構います。二重丸は曇り、しっかり覚えてくださいね。で、黒丸が雨で、米印のマーク、これは雪のマークです。この5つもう基本的な記号ですので、すぐ分かるように、覚えちゃってください。で、2番ですね、この天気、風力、風向、これを答えるんですけど、ここに線が引いてありましたよね。これ8方位の線でした。上が北で下が南になります。そして右が東、ね、左が西です。で、北と東の間、北東、南と東の間、南東、そして南と西の間、南西、西と北の間、北西と、こういう波長になっています。まず天気ですけど、真ん中の部分、これは天気を表しています。丸二と同じですね。ですから天気は晴れです。風力、これは羽の数を数えます。羽というのはここに出ているこの線のことですね。1、2、3本なので風力は3で、風向、どの方向から風が吹いてきているか、先ほど波長位説明しました。南西の方に棒が伸びているので、南西の方から吹いてくる風ですから、南西の風ということで風向南西、これが正解になります。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。